そー、なんだってこんなことに。松岡さん、そろそろそのくらいに。さすがに飲みすぎですよ。いいじゃないですか。こんなの飲まずにいられないですよ。せっかく再結成に手が届くところまで来ていたんですよ。なのに、なのに、あの人のせいで、また全部がパーじゃねえか。かつてデビューからわずか3ヶ月と10日で紅白の舞台に立ち、今もなお絶大な人気を誇るアイドルグループ TOKIO。 そんな彼らの特徴といえば、この日本に本格派農業、アイドルという意外性抜群のジャンルを開拓したことに尽きるだろう。よっしゃよっしゃ、でっけーの取れたぞ。いい色、最高の出来栄えだな。おい、こっちもたくさん取れたぞ。絞りたての牛乳が。おお、めっちゃうまそう。こりゃこれから作る飯が楽しみだ。輝きを売りに出すのが順当のアイドルの中で、彼らが売りに出すのは温かな泥臭さ。それでいてアイドルとバンドとしての実力も確かなのだから、虜になってしまうのも当然だと言えるだろう。そうして唯一無二の国民的アイドルグループとなった TOKIO。しかし、そんな順風満帆だった TOKIO も、一人の男によって歯車にきしみが生まれてしまった。え？山口達也が書類送検？は？マジで言ってるそれ？こんなつまらない嘘つくわけないでしょ。ほらこれ見て。なになに？山口達也メンバー、共演した未成年の共演者を。いやいやいや、エグすぎるだろ。何やってんだあの人。アイドルじゃなくても一人の大人としてやってはいけないことをしでかした山口。この行動に多くの人が怒りの声を上げたことだろう。翌日に謝罪会見は行われたが、どことなく甘さがにじみ出ていた発言と隠蔽疑惑が浮上したこともあり、炎上は止まらなかった。そして怒りの声を上げたのは彼らも同じだった。山口の会見を見て、自分にまだ席があるならそこに帰りたいという発言を聞いて、この甘ったれた意見はどこから来るんだろうと思いました。やはりお酒のせいにしたり、戻ってきたいという発言は彼の甘さがにじみ出ていたような気がします。普通にありえないですね。会見を通じて言うことではなくて、こうなる前にまず僕たちに話しておくべきでしょう。裏切りですよこんなのは。怒りと呆れと、そして悲しみが渦巻いたメンバーたち。ことがことなだけに誰も擁護はできず、山口はそのまま事務所との契約を解除されるのだった。自分のせいなのに、なんかお酒のせいにした感があったのがいけないよね。責任の重さを認識してないっていうか。まあ山口はどことなく自分に甘い面があったしな。事件の5年前にもアルコールでトラブってたらしいし、2011年は無免許運転で書類送検だ。やることなすこと全部致命的なのよ。そうして山口は芸能界を事実上引退。それからの山口といえば、苦悩と苦難の連続だった。あー、くそ、なんでこんなことに。うわー、もうどうすりゃいいんだよ。自身の罪と世間からのバッシング、そして損害賠償などによる金銭面の不安から絶望の淵に立たされ、メンタルに亀裂が入ってしまった山口。近所をあてもなく徘徊し、不機嫌かと思えば突然大声で泣き出したりと、精神が不安定になってしまい、病院に入院と通院を繰り返していたそうだ。かつての輝きからは程遠いその姿。ただ心が落ち着いてからは、自分を変えようと彼は必死だった。ゆっくりで構いません。一時一時と書き写していくのです。そうすれば心は沈み、物事を冷静に見ることができるはずです。はい、そうだ、俺は自分をもう一度見つめ直さないと、そこから反省につなげるんだ。週に何度もお寺に通って写経などの作務に身を投じることで、自分と向き合う反省の日々。暮らしは家賃100万円とも言われる高級マンションから一転、月7万円のワンルームマンションで質素に過ごし、
仕事はお寺の木の伐採をするなど、一人だからこそ見えてくるその時間に没頭していた。そしてもちろん、アルコールも断絶しようともしていた。山口さん、今お酒はどうされていますか？なんとか今は立てていますね。そうですか。それはいい傾向です。アルコールの呪縛から抜け出すのは大変ですが、これからも一緒に治療していきましょう。はい。いつもありがとうございます。こうして己と戦い続ける山口、その苦労は人が想像している何倍もあったことだろう。だからこそその奮闘っぷりは世間にも伝わり、怒りの声はやがて復帰を望む声へと変化。そして TOKIO のメンバーたちもそれを受け取っていた。さて、2021年に永瀬が脱退するのはいいとして、残った3人は何するよ？じゃあ会社でも作ろうか。いいじゃんそれ。その案なんで忘れてたんだろう。すごくいいね。ジャニーズからの復帰は無理でも、俺たちの会社ならアニーも戻ってこれるしな。会社設立の話は俺からするよ。あいつも頑張ってるだろうから、いろいろとタイミングは見計らおう。ああ、城島を社長とした株式会社 TOKIO の設立計画、その裏では3人がジャニーズから移籍したタイミングで山口が合流し、その後に永瀬もやってきて TOKIO 再結成となる道が人知れず整えられていくことに。そしてその伏線も貼られていた。ねえ見て見て、このファンクラブに送られたメッセージ。おお、なんか5人ってことかなり強調されてんな。しかも山口頑張ってるって情報もあるなんて。やばいよね、やばいよね。今日は TOKIO の CD デビュー記念日だしさ、これはもう再結成フラグ立ちまくりだよ。あー楽しみでしょうがない。ファン待望の未来、環境も整えられていた以上、その未来がやってくるのは秒読みだった。なのにその翌日。やってきました、山口達也容疑者です。調べによると山口容疑者は友人宅に向かう途中にバイクで追突事故を起こしたとのこと。そしてその際、基準値を5倍近くも上回るアルコールが検出されたらしく、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。何やってんのよ、やっと昨日復活する未来を楽しみにできてたのに。ありえてはならなかったお酒による逮捕。奮闘の日々は一体何だったのか。結局この裏切りにより再結成は一瞬にして水の泡となるのだった。ずっと再結成のために奔走してきたのに全部パー。こんなことってないだろ。俺たちやファンの思いは届いてなかったってのか。その後姿を完全に消した山口、復帰は絶望的となり、残った3人だけでこれからも TOKIO が続いていくのだと誰もが思っていた。ああ3人でも面白いけど、やっぱり5人揃った姿が見たいよ。難しすぎる未来だよな、それ。希望は全然持てないって。もう無理なのかな。しかし、2021年4月1日、物事の始まりを意味するこの月日に、思いがけぬ動きがあった。ちょっと待って、これって、本当にあるの？どうした？見てこれ、TOKIO のロゴマーク。3本の木が五芒星の形をした紐で結ばれてるの。これってどう考えても TOKIO は5人で支え合うって意味だよね。これはもしかして来るのか、待望の未来が。紹介動画に写ってる丸太も5本だし、3人が写ってる写真も2人分開けたみたいになってるんだよ。これはもう復帰を待っていていいよね。どれだけ山口に裏切られても、メンバーたちにとっては20年以上一緒にやってきた仲間だ。そう簡単には見捨てられない。メンバーたちから再度手を伸ばされたであろうセカンドチャンスへの道、果たして山口はその手を掴むことができているのだろうか。お寺や病院に通って自分を見つめ直したり、治療に専念することはすごくいい方法だと思う。あれだけ社会的に猛批判を浴びても、お酒飲んでバイク乗っちゃうんだもん。自分一人の力では無理よ。きっと TOKIO のメンバーたちも山口さんが克服する姿を見てるんだろうね。その先に再結成があるといいけど。あいやいやトゥーヤー。あいやいやトゥーヤー、なにその呪文みたいな言葉。あんた知らないの？ TOKIO の名曲アンビシャスジャパン
ての城島さんが魂込めて叫ぶ名フレーズよ。また5人揃ったら全力のあややドゥーヤーが聞けると思うと今から興奮が止まらないわ。赤ずきんちゃん、あれは I get a true love って言ってるんだよ。何言ってんの？どうやったら英語に聞こえんのよ。あれはあややドゥーヤー以外の何者でもないんだけど、あんた耳腐ってんの、もう一回聞き直してきなさいよ。後日、あややドゥーヤーって言ってる。